石原彦太郎石原彦太郎明治31年8月30日は衆議院議員甲府市長。甲斐の国甲府柳町に父、彦太郎、母、竹の長男として生まれる。慶応4年3月5日、東山道総督参坊の板垣大輔らが甲府城に入ると石原家を宿舎とした。この際、彦太郎は大いに板垣に浸水し、後年に 板垣が自由民権運動を起こすとこれに賛同し、自由党に入党した。1875年1月に山梨県第1区副校長となり、1889年7月1日の交付姿勢施行に伴う、同月19日及び20日の両日にわたった第1回、市会議員選挙において、第1期議員30名の中の一人として、 甲府市会議員7月20日の1895年7月19日に当選し1891年6月20日には議長に選出され1893年1月20日まで務めている。また同年10月には山梨県会議員に選出されたが1894年9月に辞職し同月の第4回衆議院議員総選挙に 山梨県第1区から立候補し衆議院議員に当選。1897年11月6日には、甲府市長11月6日の1898年6月18日となったが、病のため翌年4月に東京医科大学病院に入院し、在任7ヶ月で甲府市長を辞任。辞任2ヶ月後に死去、去年45。ありがとうございます。